突然我が家に現れた鎌なので何者かちょっとよくわかんないんですけど、雑草がゾンビのように蘇ってしまいますのでね。皆さんこんにちは、ミヤです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日のお題はこちら。新しく仲間入りしたグランドカバープランツを植えるです。後半ではグランドカバーでより有効に雑草を防ぐための対策を2つ挙げていますので、よろしければ最後までご覧ください。それではスタートします。それでは購入してきた苗をご紹介させていただきます。前回の動画で苗をねたくさん買ってきたので、そちらのご紹介と植え付け動画を撮るっていうお話をしたんですけど、もう買ってきた苗が多すぎてちょっと1本の動画だと長くなりすぎちゃうので、今回はグランドカバープランツだけをね先にご紹介して、あと植え付けまでねしていこうと思います。はい、それではね早速ご紹介します。こちらがですね、芝桜のオーキントンブルーです。こういうねパープル系の芝桜です。芝桜ってピンク系をねイメージする方が多いんじゃないかなと思うんですけど、こういう紫もねすごい素敵ですよね。で私はね紫が大好きですのでね、こちらをね3株買ってきてみました。もうねお花が咲いちゃってますからね、ちょっと今年はもうそんなに茂らないと思うんですけど、まあ来年に期待ですね。はい、でこちらがサントリーのタピアンです。こちらはね排生のバーメナですね。でこちらのタグにですね、圧倒的な成長力で雑草の生育を抑えるって書いてあるんですよね。この魅力的なフレーズに騙されて、騙されたとか言っちゃいけないですよね乗せられて、はい、買ってきてしまいました。ね、このね葉っぱの茂り方がねすごくね密ですよね。でね、うちにも配線のバーベナあるんですけど、こんなにね葉っぱが細かくないので、こっちの方がやっぱり雑草除けの効果あるかなと思ってこちらを買ってきてみました。でこちらのね色がですね、パープリッシュホワイト、こちらねタグだけ見ると薄紫かなと思って買ってきちゃったんですけど、家に帰って調べたら薄いピンクみたいなんですよね。これはちょっとねやられましたね、はい、こちらがねバイオレットです。こちら濃いめの紫なんじゃないかなと思います。それでね、こちらね、タグ裏見ますと、お花の期間がね、4月から11月と長いんですよね。これがね、最大の魅力なんじゃないでしょうかね。寒冷地の方は地植えではね、冬越しは難しそうなんですけど、団地ではね、冬越しできそうですね。はい、こちらはネモフィラです。白ですね。ブルーが有名ですよね。でこちらはね一年草なので、グランドカバーっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけど、こうカーペット状にね広がるので、と花壇の手前にね植えたいと思います。で隣が黒いクローバー、ブラックジャックです。名前かっこいいですよね。でうちもね黒いクローバーあるんですけど、ここまで黒いのは持ってなかったので今回買ってみました。もしかしたら夏はねちょっと色が抜けちゃうかもしれないんですけど、黒系のねお花やリーフが大好きなのでね、とても楽しみです。こちらはフォックスリータイムです。斑入りのタイムですね。こちらね寄せ植えにもよく使います。グランドカバーにも植えてるんですけど、クレイピングタイムのようにぐんぐん成長はしないのでね、またプラスで買ってきてみました。こちらは PW のスーパーリッサムフロスティーナイトです。株張りが50センチまでなる斑入りのアリサムです。これからアリサムを植える場合は絶対こちらのスーパーアリサムがおすすめです。普通のアリサムですと夏越しはちょっと厳しいんですけど、こちらのスーパーアリサムでしたらね比較的余裕で断じても夏越しできます。それではこれから植え付けしていきたいと思います。こちらが今のグランドカバーの現状なんですけど、うちはクリーピングタイムがメインなんですけど、その手前の方にもうね雑草がどんどん出てきちゃって、それがねちょっと見苦しいのが悩みなんですけどね。あとこうね間が剥げてしまって、そういうところもね本当は秋の間に
クリーピングタイムを移植したりちょっと整えたいなと思ってたんですけど、なかなかね時間が取れなくて、今移植するとねお花がね咲かなくなっちゃう可能性があるので、ちょっとそこはね避けたいなと思ってて、で今回ねグランドカバーをちょっと足そうかなと思っています。で移植するとしたらタイムのお花が終わった後で、タイムとかこういう排生の植物って根が浅いんですよね。移植した後の水切れを起こしやすいので、梅雨の間に移植するのが水やりの心配をしなくていいのでやりやすいんじゃないかなと思います。それではね草刈りをしていきます。この鎌はですね、突然我が家に現れた鎌なので何者かちょっとよくわかんないんですけど、もしかしたらね100均とかでも買えるのかもしれないんですけどね、似たようなね鎌がネットでありましたのでね、概要欄にリンクを貼っておきます。これでガリガリやっておきますと、お天気が続く時でしたらこう勝手に干上がって枯れていきますのでね、もうそういう簡単な処理方法でいいかなと思います。面積がある箇所はこういうね鎌でガリガリやっていって、グランドカバーの間に入り込んだ雑草がね一本一本この鎌の先っちょとかね、まあ、いろんなものを駆使して取り除いていきたいと思います。はい、翌日です。気温が高かったので前日に抜いた雑草は結構乾いていました。今回はもうすぐ植え付けをしていくので、このままね放っておいてまた水に濡らしますと雑草がゾンビのように蘇ってしまいますのでね、はい、今回は片付けておきました。それでは簡単に土壌改良をしていきます。こちらはパーライトとバーミキュライトです。でもバーミキュライトがねあんまり量がなかったのでパーライトが多めに入っています。理由はただそれだけです。個人的にはバーミキュライトの方が水はけが改善するような気はします。でね、ここの場所が梅雨になるとね水没してしまうんですねそれでちょっと今回はねこの土壌改良剤を少し多めに撒いています。今回は堆肥にバーク堆肥を使います。草を抜いたところが土壌がへこんでしまっているのでいつものコメリの培養土で補充していきます。バーク堆肥を撒いています。バーク堆肥1袋40リットルのものを買ってきたんですけど、すごい重たくてもうめっちゃ腰が痛くなってしまいました皆さんもねくれぐれもお気をつけください。今ね培養土を撒いているんですけど、草を引いたところをへこんだままにしておくとそこにね水が溜まってしまってすごくね水はけが悪くなってしまうので、それでね培養土を補充しています。軽く土になじませています。ここの場所は駐車場なんですね。で積載がいっぱいあってもう深く掘ることができないので、すぐ掘ったらね石みたいな感じなんですね深くは耕せないのでこれでも簡単に混ぜ混ぜするだけにしています。おなじみのリキダスのお水を作っていきます。こちらねかき混ぜるのをすっかり忘れていますが、皆さんはかき混ぜるのを忘れないようにしてくださいね、はい、それではこれからね植え付けていく苗をリキダスのお水に浸していきます。土壌への根の活着が少しでも良くなるように活力剤のお水に浸しています。リキダスじゃなくてもメネネールなんかでもいいと思います。それではね植え付けていきます。石がねゴロ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 転がってるのが見えるかと思うんですけど、掘っても石だらけなんですね全然掘れなくて撒いちゃいましたねなんですけどねこういう排生の植物ってあんまりね根深く張らないですよね。結構浅めにビロロロンで広がるのでそんなに気にしなくていいかなと私は思っていますけど。で芝桜を植え付けています。芝桜はね根をほぐしても大丈夫なのでほぐして植えますね。植え付ける前にあらかじめお水で満たしておいてから苗を置いていきます。そうするとね水切れもしにくくなりますし根の活着も良くなると思います。植え付けが終わったら少しギュッと押さえて土と活着するようにしています。最後に
仕上げのお水をたっぷりあげておきます。これの繰り返しで他の苗も同じように植え付けていきます。こちらはブラキカムのスープリームホワイトです。こちらさっきねご紹介し忘れてしまったんですけど、草丈が20センチということなので一緒に今回植え付けていきます。でこちらね半耐寒性って書いてあるんですよね。なのでまあ植え付けはこの時期になるかと思うんですね。でですね、またこのブラキカムはですね、私も散々植え付けてきましたけど、今までね一つも残ってませんのでねあんまり強くないと思うんですよ。地植えですと夏越しで生き残るかちょっと微妙なんですが、あの刺し芽でね簡単に増えるんですね。なので夏越しと冬越しは刺し芽で更新させると生き残る可能性は高くなると思います。ただねそこまでの面倒をね私がかけてまでやるかっていうのはねちょっと問題なんですけどね夏越し冬越しに不安のあるものは刺し芽で更新するっていうねこともできますので、まめな皆さんはぜひそういうこともやってみてください。こちらはフォックスリータイムです。フォックスリータイムは結構いい株でしたので3つに株分けして植え付けることができました。株分けできる苗は分けて植えた方が早く面を覆うことができます。すべての植え付けが終了しました。植え付けていた苗についてはテロップでご紹介させていただきます。はい、それでねここではグランドカバープランツの間に雑草を茂らせないための対策を2つまとめてご紹介させていただければと思います。1つ目は切り戻し作業です。実はね私は今まであんまりグランドカバーについては切り戻ししてこなかったんですね。そうしますとこういう風に私のように雑草が入り込んでその後の手間が大変になってしまうということになっちゃいますのでねはい、今年はねちゃんと切り戻しをしようと思います。いつ切り戻しするかというと梅雨前にね一回バッサリ切り戻しするといいですね。梅雨ってすごく蒸れるじゃないですか。でも茂ってますと蒸れて結構中がドロドロになったりねする植物もありますので、切り戻してバッサリさせることで上に伸びる成長点っていうんですかね、それを株元を茂らせるために使うというそういう感じ。そうすることで密集させて茂らせることができるんじゃないかなと思います。はい、それとですねもしねもう一回可能でしたら秋口ぐらいにもう一回ねカットしたらもっとね茂らせることができるかなと思います。はい、あともう一つは踏みつけ作業です。踏みつけ作業ってね何ぞやって思われるかと思うんですが、あのその言葉の通り踏んで歩くことなんです。はい、踏んで歩くことでもう地面に密着させて茂らせることができるんですよ。これはどの植物でもやっていいっていうわけじゃないんですけど、一番有名なのがヒメイワダレソウじゃないでしょうかね。ヒメイワダレソウを育てていらっしゃる方はね分かるかと思うんですけど、踏めば踏むほど雑草が入りにくくなります。踏まないとね結構ね丈が上がってきちゃうんですよ。あのヒメイワダレソウに関してはお花が咲いてる時でも私はねガンガン踏んでます。タイムなんかのね踏みつけて全然大丈夫です。お花の時期はさすがにね踏まないようにしてますけど、まあ、踏んじゃう時もありますけどねあのお花ない時期はねガン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 踏んで歩いたら密集します。密集しますっていうのかな、密集しますよ。はい、うちの猫がスリ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 がすごいね。はいよ、かわいいね。はいよ、はいうわ、はい、ちょうどね端まで来ましたのでね、ここからね逆に見ていきますとねこんな感じです。はい、結構ねロングでしょ。はいロングな花壇です。はい、それではねその踏みつけ作業なんですけど、これはね植え付けたばっかりなんですけどね、植え付けたばっかりの時もね踏んで大丈夫ですよ。全ての苗踏んでいいわけじゃないんですけど、
さっき言ったね、タイムとかそういうものがね、踏んじゃいます。これから実際踏んで歩きますね。はい、まあこんな感じでね、今植えたところ踏んでます。ここね、右側のがクローバーですけど、クローバーも踏んで大丈夫です。踏むと草丈が抑えられますので、これタピアン踏んでますけど、タピアン踏んじゃいけないかもしれないけど踏んでいる。芝桜はさすがに踏みませんね、今お花咲いてますしね。今踏んでいるところが移植してきた廃線のバーベナとグレコマです。廃線のバーベナもね、タピアンと同じだと思うんですけど、お花の時期が長いので、お花咲いてる間は踏みませんけど、お花がない時はね、こうやってガンガン踏んでもね、全然問題ないです。はい、グレコマも問題ないです。リシマキアとかもね、全然問題ないでね、ガンガン踏めます。はい、これが例の姫岩垂れ草なんですけどね、もうこれね、私ちょっと剥がしたくて、今ね少しずつ剥がしてるんですよ。植えた時はちょびっとだったんですよね。それがあれよあれよという間にもうこんなに広がっちゃって、本当に後悔してます。使いようによってはね、すごくいいものだと思うんですよ。芝生の代わりとかにもなりますしね。なんですけど、こういうね、花壇の手前に植えちゃうと花壇の中に入り込んできちゃうので、でね、姫岩垂れ草って結構ね深いんですよね。で、取るのがちょっと大変です。なのでね、やっぱりちょっとよく考えて植えた方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもグランドカバープランツの選択や雑草対策のご参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。